はーい、皆さんどうもでございます。てなわけで今週2度目の日曜日の COD 実況やってまいりました。日曜日も楽しく元気に実況していきますよ。毎回動画恒例のね、サプライドロップ引いてたんですけど、今回はちょっとサプライドロップがないため、なしでやっていきます。じゃあ早速ですがチームデスマッチやっていこうかな。いきなりチームデスマッチ。いきなりね、キルたくさんできたらいいと思うんだけど、それはほとんどの確率でないので期待しないで。2キル5ですとかやっちゃう人間だからね。COD 結構やってるのにもかかわらず、まだ2キル5ですやっちゃうからね。初心者さんならわかるけど、3年くらいやってる人間がまだやるのっていう話ですけどね。結構恥ずかしいわ。結構顔真っ赤になる。すぐロビー出たくなるからね、そうなった時。うわ、恥ずかしいってなっちゃう。恥ずかしいってなっちゃうからね。OK。武器何使っていこうかな。じゃあこれ RX160 使っていこうか。3点バーストの武器ですよね。最近このエンスリテッドがサプライドロップにて入手できたので、こちらを引いていきましょう。敵はいるか。下に反応ある。ん、いるね。間違いない。下か。上か。右か。左か。斜めか。後ろか。後ろだ。後ろ怖い。こっちか。やっぱこっち行こう。味方ともに行こうか。大丈夫？俺そっち見ようか。いいね。こっちから来そうだよね。どこにいる？どこにいる？どこにいるか分かんないから無視でいいや。うん。ちょっと待って、回線重い。あ、こっち少ない。人数少ないね。人数4人か。あっち6人マックスいますな。どこにいる？敵がいない。敵に遭遇しないっていうね、なかなかないよね、このゲーム。よし、ゲッチ！ゲッチ！ファーストキル。初遭遇で初キル。いいね。あ、いた！今いたね。チラッと映った。どこ行った？あれ今いたよね。ノン！どこ行った？どこ行った？味方、味方、あとは頼んだ。味方？わーお！一周回ったのに、信じたのに裏切られた気分だよ。本当に実に不愉快だ。信じたじゃん、味方。ナイス、いいね、素晴らしい。いる！まだいる！一発も当たらない、死ね！俺のクソエイム力、ひどすぎる。今のをとどめさせないとはなかなかのひどさだ。ゲッチ誤算です。ようやく行った。当たってくれてありがとう。もう満足だ。まんまん満足。一本満足ですね。実に満足だ。気分がいい。いる。ゲッチ誤算。おお、サプライドロップ来たね。後で引いていきましょう。後でね。今引かない。いる。どこだ？ゲッチ誤算です。ノン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 。えいえい。UAV カモン。えい。いる？一旦姿隠して。あ、こっちいるね。ノン！ゲッチュ！ギリギリセーフ！危ねえ！あ、武器ねえ！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 武器くれ！武器くれ！武器くれ！まずい！まずい！武器！武器をよこせ！なぜお前武器を持ってないんだ！さっき倒したやつ！どこにいる？あ、敵いる！上にいるな。うわー！ダメー！何？スナイパーだったのか。あー、最悪！最悪だなー。あかん、アシストか。こっちいるね。あかん、キルできなかった。味方アシスト、素晴らしい。とどめを刺してくれたね。ありがとう、ありがとう味方、感謝するよ。撃たれてる、どこからか撃たれてる。上だ、やつは上だ。ノー、あー下か。ちょっと撃ちすぎたね。早く逃げればよかった。敵湧きすぎ。何この敵湧きすぎ注意報。ふざけんな。いない。味方がそこでやられたよ。ガガンバン、イエーイ。一発当たれば十分だ。あーあかん、あかん、当たる気配なし。逃げ、せ、怖い怖い。人間って怖い。後ろの隙が怖いな。あ、湧いてきたね。来るね。どっちか来る？こっちか。いや、こっちだ。ノー！奥にもいる！奥にもいる！あかん！あ、味方ね！ビータ！撃つな！味方！やれ！やったか！やったのか！やってないのか！どっちなんだ！怖い！怖い空間続く。いるね！敵の反応ある。ノン！うわー！最悪！スクロークで姿隠したけど、時すでに遅し。オーマイゴーシ！アシスト、味方、俺の敵取らないで。K、
結構今の俺の敵、スナイパー。スナイパーの反応ある。すぐさま逃げないと。こっちか。ゲッチ。いや、上にもいるな。上反応がある。あ、いるね。今いたね。チラッと映った。イエースイエースイエス。何？わーお、後ろ、ブエーブエー、嫌なものを吐き出したんだわ。ん？ん？ああ、今ちょっといたの分かったんだけどな。ぐだぐだ続いたな。最悪。絶対倒してやる。許さん、バカ野郎。どこ行った？いないね。こっち行こう。味方がそこでやられたよ。はい、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 はい。奥にいる。奥にいるのは間違いない。しかし、こっちにはいない。よし、倒してるね。素晴らしい。中にいる。のっ！ヘッドショットじゃないのか。結構ヘッドな部分いったと思うけどね。結構ヘッドな部分だったよ。いないね。素晴らしい。上に行こう。上に参ります。ピーマン、上に参ります。下、下敵さんいますか。やられちゃったね。来るか、来るか。ノン、なんか来た。おー、レーザービームか。最悪。上からレーザービームね。ふざけんな。理不尽すぎんだろ。ゲッチ。オーマイガー、システムハック。終わった。はい、終わりました。1戦目。あー、シャンテンバーストうまく扱えなかったな。クソエムな部分が目立ったね。なかなか当たってくれない。誰が悪いのか。俺だ。11キル8です。なんとも言えない記録だ。チームも負けた。最悪ね。最悪だ。気分は最悪。あー気分は最悪。あーですよ。ここまでがセットですからね。気分が最悪。あーまでがね。皆さんもちょっとね、不満があるときはこれ言ってみて。爽快になんか悪いものが出ていくから。ちゃんとね。気分が最悪。あー言うてね。あーもちょっと大きな声でね。よっしゃ、フォアグリップ。おー、いろいろと開封されたね。開封じゃない。武器の方が追加されたね。レッドドットサイトか。ははは。RX160 のやつですね。じゃあまずはサプライドロップ。遅くなりましたね。今週の運試し。武器が出ればその武器を使っていく。出なければ何も使わない。出てこいや、エリート武器。あ、違う。おー、来た !MK!MK14。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 はぁ、この武器かぁ。アサルトライフルだけど、セミオートの武器ね。うん。ね、この武器の俺、プロフェッショナル持ってるんだ。あ、実は持ってるんだよね。持ってるんだよね。じゃあ、この武器使っていこうかな。MK14 ですね。射程速度がアップか。連射速度ね。うわぁ、俺、この武器苦手なんだよなぁ。マジか、まあ、出た以上は使っていかないとね。よし、頑張ってこれでキルしていこうよ。オッケーオッケー。次はね、キルコン。うん、グランドウォー行きましょう。グランドウォーでたくさんキルできたらいいなと俺は思っている。ボコボコにされないように。MK14。なんでこれ出るかな。出てほしくないプロフェッショナル武器とかエリート武器とか出てくんのよ。使えねえよっていう話ですけどね。俺使ったことねえよっていう。そんな武器いらねえよっていうね。頼むよ。使えるやつかも。使えないやつ、ノー。ノー。それはノー。使えるやつかもかも。いつでもウェルカムですよ。夜中でもウェルカムですよ。もう玄関開けていいよ。鍵渡すわ。わあ、負けてるね。ボロ負け。あ、でも、いろいろ表示されてる。うん、いいね。負けてますが、まだ勝機はある。いや、ないね。結構なボコボコだ。結構なボコボコ部屋のグランドウォーに入っちゃったね。思いっきし上から撃たれてるっていうね。敵の集団だ。うまい、これ敵うまいやつじゃねえんだろうな。やめてよ。俺、使ったことない武器使ってるんだから、そんなうまいやつと対決したくねえよ。いいでしょう。うわー、すごいな。敵のうまさ、やべえ。そして味方ボコボコ。すごいボコボコ。さあ、行こう。共に行こう。頑張っていこう。ボコボコにされないようにね。来た、いきなり来た。ゲッチゴッタンです。ほー、ファーストキル。いいねー。来ねえか。待てよ。来ると信じて。来ないね。出てこないか。ノン、どこ行った。あ、うち、あー、ダメ。後ろか。後ろ、横にも後ろにも敵がいるのか。アウチ。何これ、出た瞬間からボコボコっていうね。これ理不尽じゃない。結構な理不尽だよね。あかんね、ボコボコ続く。どこまで、どこに来る。上になんか出てる。上に出ちゃいけないもん出てる。なんか撃たれてる。よくわからない。よくわからない。何か撃たれてる。うん、敵だった。
ダメだね。ボコボコだ。遠慮なくボコボコですよ。はい、爆弾ありがとうございます。だから途中部屋嫌いなんだよ。こういうことがあるからね、もう途中部屋廃止にしようぜ。俺ここから勝とうと思ってないからね。ほら見て、もう何これ、出た瞬間これだからね。途中部屋制度やめないかな。モチベーションがないんだよ。ほらみんな見て、動かないでしょ。みんな動いてないでしょ。えい、アシストかい。アシストかい。結構なツッコミだぜ。アシストかいっていうね。よっしゃ、もうこっから勝とうなんて思ってません。うん、爆弾ですね。出たら爆弾っていうね。あの最近キルスト出しすぎだよね。もうキルストゲーになってるもん。銃で戦う意味あんのかっちゅうゲームになってますからね。まあシンプルな COD に戻してもいいと思うけどね。俺は見てよこれ、なんももうほら見て見て、これ見た今の。はい、私ここ復活ですよ。そら撃たれるわ。勝てるわけないでしょ。はあ、もう最悪 B 級武士とかいいよ、もう出さねえよ。こんな状況で出すとかどんな気違いだよ。あ、うちダメ、ボコボコですね。うわ、回線も悪いな。回線2ピンか。全部撃ったわ。満足だ、満足満足、全部撃つからね。よっしゃ行こう。だだだだだだ、あわお。では最後旗取ろう、最後旗取ろう。オッケーオッケー、旗ん絡んでいく。なななななな、はあ、あかん、リモートターレットだった。トゥ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 、ダメ、当たる気配がない。やめとこう、やっても無駄だ。編み方ね、ビビった、やめて。ゲッチュゴッタンです、ゴッタン。うわー、おマジで。あ、そうだ、俺回線悪いんだな。あ、そうだそうだそうだ、回線悪い。2ピンだよね。俺ジャパニーズ。俺ジャパニーズ、戻されてる。味方かい。アウチ、後ろ。回線悪いわ、途中部屋だわって、いいとこなしっていうね。おらー、あー、外したー。外したー。マジで当たってないのあれ。ブラストなんだっけ、ブラストなんとかだよね。あー、あれ当たり判定ならないんだ。へー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 、そういうこと。敵の反応はあった。はい、これで終わりですね。うん、ボコボコです。もう最近の COD の悪いとこが詰まった部屋を全部見せたんじゃないでしょうかね。キルストでハメハメ、とにかくね、途中部屋&回線2ピン、もう持ち、やる気がないよね。やる気を感じられないっていう、やろうとも思わない、勝とうとも思わないね、この状況から。今現在動画撮影日土曜日の昼間15時なんですけど、3時ですね、夕方の3時なんですけど、それなのにもかかわらず、なぜ俺は外国人部屋に入れられるのかよくわかりません。なぜでしょう、いじめだよね。 COD が俺にいじめしてるね、いじめを助長してるね。いじめ問題だわ。やめた、こんな部屋出てやる、ふざけんな、二度とやるか。んー、残念。 MK14 使ってみてみましたが、全然キルできずですね。それはできるわけないでしょ、あんな途中部屋でも。マップに居場所全部バレてるわ。で、何が面白いんだ、わからない。とにかくもうね、キルストが多すぎるんだよ。パーティーが使えばただのハメゲーになっちゃうからね、そこんとこ毎回考えないんだよ。モダン3から何も学習をしていない COD さん、頼みますよ、お願いしますよ、ちゃんと作ろう。次回作期待ですね。面白いのは面白いけどね、このキーアドバンスウォーヤーもね。キルストをとにかくもう3つでいいんだよね。 UAV、 航空機、飛行機、爆撃で、もう戦闘機でいいんですよ。この3つあれば十分だ。3つあればなんとかなる。もう16個くらい出さなくていいから、何個あるんだろうね。さてやっていこう。 AE4 使っていこうかな。うん、チームは負けているからなんだ、興味ない。チームの勝敗などは興味ない。俺が打つか勝つか負けるから。あ、いるね。あ、お前倒すんかい。お前倒したんかい。ダメ、エイム力が広いね。 KF5 を使っていこう。うん、うわ、なになになんかニュルニュルしてるコントローラー。何このニュルニュル、気持ち悪い。何ついたの、鼻水でもついたのか。すごい今、右十字キーボタンが、ニュルニュルしたけど、何このニュルニュル感。腹立つわ。謎のニュルニュル感に襲われたね。さて、敵さんどちら？あーダメ、足打っちゃったね、俺。また回線、あーまた回線2ピン。なぜ俺の行く部屋すべて外国人部屋なんだ。俺外国人そんな好きじゃないからね。俺日本人の方とやりてえよ。ねえ。はい、これも見て。確実に俺の画面じゃ俺の勝ちだけどね。
ほら、あっちの画面じゃまだ撃ってないっていう。ダメージ全然食らってないっていうね。あー、もうイライラするだけだ。もう外国人ビア勘弁してよ、もうほら。2ピンでどうかて言うんだよ、教えてくれ。神を教えろ。神ならば教えろ。神、神ですよね。よっしゃ、ようやくファーストキル。で、後ろからですよね。ありがとうございます。そういうことですよね。こっち反応ある。下か上か右か左か。いや、こっち行こう。俺は無視だ。そんなの無視関係ない。ノー、ダメ。適当に撃っちゃったね。うおー、どこだどこだ。あー、ダメ。これもダメ。急に現れるっていうね。怖すぎるでしょ。あーかん。撃ったのが失敗だった。オーマイゴーシュ。うん、当たってないね。結構な無理やり判定だったね。無理やりこじつけたみたいになってるね。はい、ゴッツさんです。頼むから、ちょっと日本人部屋に入れてくれ。俺今、COD やってて楽しいなって思ったことないよ。あー、味方ね。ごめん。適当に撃っちゃったよ。なぜ日本人部屋に入れないのか。俺日本人差別されてる？俺日本人じゃないのかもしれない。俺日本人じゃねえんじゃねえ、そもそも。いない、大丈夫？キルタグ取ろうか。あの、ダメ！まあ、リモートタレット出てんのか。最悪、行くんじゃなかった。失敗した。俺のミスだ。ゲチュ、アシストかよ。お前取るんかい。リモートタレット出てるから気をつけないとね。あ、味方がそこでやられたよ。ノノ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 ノ。どこ行った？わお！いる。おお、死なないのかよ、マジで。わーお、あんだけ当てて死なないの、結構な理不尽だね、オタク。マジか、今の確実俺勝ったと思ったけどね。あ、危ない、スナイパーいるね。降りよ、すぐさま降りよ。あー、場外に落ちるとこ、あー場外に落ちるというね、ハプニング、ありがとうございます。大好き、そういうハプニング大好き。の、当たらないー。ありがとうございます。クロークで姿隠しやーす。面白くない。実に不愉快だ。おー、スナイパーいる。危ねえ。これもダメだね。回線負けてるからそもそも勝とうとも思わないし。ダメ。行ったのが失敗だった。私は日本人、ジャパニーズ川崎なのに、なのに俺は日本人扱いしてくれない。俺の行く部屋は全て外国人部屋。そらそうです。なぜでしょう、意味がわからない。俺は外国人だと思ったこと一度もない。アメリカ人なのかイギリス人なのか、いや違うね、俺は日本人だ。古典的なジャパニーズだ。なのにもかかわらず COD は差別をしてくる。なぜでしょう、今やってて面白いなと思ったことは一度もない。差別ゲーですね。差別良くない。人種差別だ。ひどすぎます。ありがとうございます。の、勝つ気がない。やろうとも思わない。勝とうとも思わない。頼むからね、まともな部屋に入れてほしいんだよな。よし、味方ナイス。おお、マジで？キル？今の俺キルなの？あ、俺キルだね。マジか。キルタグゲッチュ。リモートターレット反応良すぎでしょ。ねえ、あんな強くていいのかよ、リモートターレット。ねえ、じゃあもうリモートターレット出しゃいいじゃん。はい、ゴッツさんです。バカ野郎、ふざけんな。ちょっと腰ダメでね、キルをやってるんで今、集中してね。あれ出したいんだよな。あれあれあれ。おー、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 どこ行ったどこ行った。うわー、ひどいね。これはもうひどいわ。今のでもう全部やる気をなくなった。失ったね。はー、もうひどすぎますわ。確実に俺の勝ちでしょ。どんだけ撃ちゃ死ぬのよ。これもだよ。どんだけダメージ食らうんだよ。どんだけダメージ食らえればいいんだ。ジャパニーズ、おや？ジャパニーズ、回線、2ピン、勝つ？意味わからない。
もう出よ、前に出よ。死の。ラスデスを食らおう。はい、ありがとうございまーす。ありがとうございまーす。ありがとうございまーす。はぁ、もう全部行く部屋、外国人部屋。何が面白いの、これ。なんなの、この二ピンジいじめ。俺、優先でやってるからね。無線でやってないからね。なのに、全部外国人。なんなの、これ。見てよ。俺以外全員外国人じゃないですか。ジャパニーズピーマン、どうしたんだよ。日本人の俺、外国人扱いされてるよ。誰だよ、俺。誰？俺、ベトナムのピーマンなのか？違うよ。ジャパニーズのピーマンだよ。あー、もうイライラするね。こういうの一番イライラするんだよ。あのね、実力で負ければ俺は何とも言わないんだけど、回戦で負けてるからね。これがイライラするとこ。出よ出よ出よ。頼むからもう外国、日本人は？ねえ、人気大 FPS、人気の FPS ゲームなんでしょ？土曜日、ね、3時、お子さん方たくさんやってるよね。やってないってことないと思うよ。なのにもかかわらず、意地になって意地でも外国人部屋を俺に入れようとする、はめようとする魂胆、よくわからねえ。今んとこ入った部屋2つが外国人部屋かな。うん。最悪だわ。次ドミネーション行きましょう。もう笑顔になりたい。笑顔にならしてくれ。俺はね、こんな日曜日の実況でそんな切りたくない。うん、これも外国人っぽいからやめた。今の確実に外国人。あ、ハーバックの新マップ行こうか。うん。新マップで戦おう。頼む。日本人来い。日本人っぽいユーザーの名前はあるか。うん。1から5に参加中です。よし、参加したね。さて、ここはどうだ？日本人部屋なのか。あ、ドミ、キルコンしてるね、今。新マップでのキルコンですな。ははは。カモン。次こそジャパニーズ部屋に入るか。ジャパン、ジャパン、ジャパン。俺はベトナムのピーマンでもアメリカのピーマンでもない。日本人のピーマンだ。俺は日本育ちの日本ピーマンだ。お願いしますよ。ちょっと苦いピーマンだよ。ね。よろしくですよ。頼みますよ。さて、今回は入るかな？入ってくれよ。入ってくれ。もうね、日本人部屋でボコされたなら、俺は何も言わない。あ、ボコされたくらいしか言わない。だから外国人部屋でボコされたら、回線の問題もあってさ、切れるよ、そら。まずは待てよ。ミュート、ミュート、ミュート。武器選ぼうか。これでいいかな。さて、チームは、まだ始まったばっかだね。ゲッチゴッタンです。あ、いる、上いる、危ない。どっちいた？上にいるのは確かだ。あれ、いない？さっきいたよね。チラッと映ったよね。あれ、いない。いなくなってる。どこ行った？行方不明だ。探してみんな。カモン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 。の、当たらない。当たらないから撃ちません。おお、あ、ここも回線悪いか。うわー、マジでまた外国人部屋じゃないか。あー、これもキルできない。マジですか、いてもう。やめてーや、もうジャパニーズピーマン。おーいえ、お分かり？ジャパニーズピーマンです。ね、日本育ちのピーマンです。なのにもかかわらず、なぜここまで。なぜここまで私を外国人部屋に入れようとするんですか。誰に言われたんだ。誰の魂胆だよ。わからない。わからないから辛いんだ。うわぁ、今日入る部屋全部もう外国人か。俺も外国人として扱われてるね。ダメだ。やる気がない。死のう。ピーマン死のう。大丈夫。今なら死ねる。下にいるな。オッケー、ゲッチュ。危ねえ。回線の差で負けるとこだった。危ない。ボタンです。いただきました。後ろ。リロード。いる。ボタンです。逃げよ。逃げて。ポム、一発撃って。当たらない。当たらないから辛いんだ。僕らはみんな生きている。生きているから辛いんだ。下にいる。下にいるのは間違いない。ダメだ。積んでる。この状況どうしたらいい。この状況どうしたらいい。敵がいる。敵がたくさん湧いている。俺は何をするのが正解。おー、UAV 来た。いいね。流れはこっちのもんだ。ゲッチ、危ない！逃げないと！オッケー、奥にいる、奥にいる。よーし、UAV じゃない、救援物資来たね。外国人部屋だけど頑張るよ、俺は。なんか、いい流れが続いてるけど、何この流れ。後からすごいこと起こりそうだけど、大丈夫？待てよ、いるな。ちょっと待て。あー、リモートタレット来た！ありがとう！これくれば、俺はもう勝てる。よっしゃー、ナイス！逃げろ逃げろ、緊急ミッション逃げろ。おわー、オーマイガーシュ、オーマイガーシュ。
裏取ろう、裏。あー、こっちいるのか。ややこしいな。めちゃくちゃいるな、こっち。ん？ごっつぁんです。リモートタレット、リモートタレット、リモートタレット、リモートタレットを出さして。あの、出す！あここで出すのは失敗だな。失敗だよ。まさしく失敗。はぁ、あ。あ、オッケー！バカ野郎！早くオッケー！リモートタレットさん仕事してくれよ。あー、また破壊されたかな。すぐ破壊かな。うん、ボコボコ空間続くね。どこまでも理不尽なキルだ。理不尽なデスだ。実に不愉快だ。よっしゃ、偵察ドローンいらない。ふざけんな。このもん取ったところに何があんだよ。教えてくれ、意味を教えてくれ。ホム、よし。おお、グレネード当たったか。当たったけど死んではないのか。んー、ダメ。もう一回ジャンプ、もう一回ジャンプ。よし、よしよしよし、もう一回ジャンプ。ドンパーを全部外した。最悪、逃げろ。緊急ミッション逃げろ。しゃ、偵察、偵察ドローンかも。行くぜ。味方に勝利に貢献しよう。味方の勝利にね。判断。どこ行った、どこだ、いる。あっち、あ、よし、スポッター、よし、中にいる。あっち行こう。どうだ、どうだ。あ、撃たれた。俺死んだ、死んだけどもういい。チームの勝利に貢献すること、これが重要だ。はい、ゲッチ、行け味方。つけてるぞ俺。やるんだ、大丈夫、君たちならできる。全部沸かした。破壊された。オーマイガー、オーマイガー。どこにいる。イエス、なんか倒した。なんかよくわからないけど倒した。味方が味方が倒した。ホム、死ね。ゲッチュ、キルタグゲッチュ。オッケー、ナイス、いいね、いい流れは続く。どこまでもなんか来てる。オーマイガーシ、戦闘機ね。オーイエー、オーイエー。うわー、味方ビビった。適当に言ったけどね。あかん、反応がもう違うからね。回線悪いから。ノン、こっちから来るか。来てる。ノン、後ろ、前から後ろから、南から東から、どっち向けばいいの、どっち向けば正解なの。忙しすぎるでしょ、戦場が。復活地点の上に敵がいるっていうね、何ゲーだよ。もはやゲームじゃねえよ。バランス崩壊しすぎだろ。理不尽すぎんだろ。これを難しいとは言わねえんだ。理不尽というんだ。もう、また、勝ったけどね、勝ったのはいいんだけど、頼むからもう外国人部屋勘弁してくれ。何も面白くない。撃った銃が当たらない。当たってるのに当たってないっていうね。ゲームじゃないじゃん。何やってんの俺。ゲームじゃないやつをプレイしてるよ。頼むよ。なんで俺だけ回線2ピンなの？俺の回線、俺んちの回線が悪いの？いや違うね。昨日の夜した時は全然大丈夫だったけどね。なんでだろうね。誰が悪いんだろう。誰が悪いんでしょうか。教えてください、原因を。はぁ、もう本当にもう頼むわ。もう外国人部屋ばっかじゃないか、もう。何この理不尽。日本人部屋はないのかよ。俺外国人じゃないからね。愛媛県のピーマンです。愛媛県の名もなきピーマンです。誰も知りません、私のことは。でも知ってるのは日本人だということですよ。はぁ、あ、じゃあ最後はもうチームデスマッチ行きましょう。うん。もう今度こそ日本人部屋でやら、もういい。で、ボコボコにされるのはボコボコにされるでいい。頼むから俺はもう日本人、純粋な日本人と対決したい。よくわからん、ベトナム人やね、イギリス人も興味ない。そんなのは興味ない。はぁ、あ、入る部屋全部外国人部屋だったね、結局最後まで。人気ねえんだな、COD って意外にも。俺が悪いのか知らんけどね。人気はないのか。頼む。最後くらいは、最後くらいは日本人部屋で、もう勝負をしたいね。ジャパニーズ対決ですよ。大和魂を持って対決したいよ。
もう俺はベトナムでもない。何度も言わせないでくれ。日本製の日本人のピーマンだ。で、どうする？武器はね、サブ。マシンガンを使うのが正解でしょう。行こう。K5。日本。はぁ、あ。やる気がない。やる気を感じられない。回線は2ピンだ。またね。ありがとうございます。とりあえずファーストキルはしたね。しゃあ来い。おう、いいね。はあ、はい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 、そういうことね。あんだけ当てても死なないゲームがあるんですね。実に面白いじゃないか。最高だね。最高だよ。なかなか面白いね。ハイセンスなゲームだね。面白い。実に面白い。ハマるね。ハマるね。最高に面白いね。全然ハマるわ。クソ面白いわ。いやー、なんて面白いゲームなんでしょうか。神ゲーですね。まさしく神ゲーですよ。やっててこんな面白いなと思ったことはないね。謎の爆発、ありがとうございます。そして俺の銃では敵は死なない。分かった。敵か落ち、忍法敵か落ち。全然死なない。はい、ごっさんです。うん、のっ、えい、オーバープセフ。降りたよね。物理的にどうなってんの？武器貫通してきたのか？ふざけんな。ずっと俺はあそこで立ったまんまだね。うん。降りたの。降りたけど立ったまんまだね。降りたの。降りてないから立ったまんまなのかよくわかんないんだけど。うん。後ろ？リス位置は？理不尽続きすぎじゃない？ありがとうございます。うん。はい、終わりました。最後、これが最後の部屋だったんですけど、もう最後まで外国人部屋っていうね、なんも面白くない。ジャパニーズです。最後に言わせてください。私はジャパニーズのピーマンです。何度も言ってきた。何度も言ってきたが、何度も無視された。俺は外国人ではないらしい。オッケー、わかりました。今回はこれにて終わりにしたいと思います。申し訳ない。愚痴愚痴愚痴。いや、愚痴も言わせてくれよ。頼むよ。ね。ゲームとして成立してないんだからさ。日本人と対決させてや。オンラインゲーム、多少の回線悪いのはしゃあないでしょ。俺も満足できる。それは納得できる。ただね、入る部屋全部外国人。ノン、俺はジャパニーズ。そういうのちゃんとしてないの？フィルター作ってないの？日本人は日本人、外国人は外国人。人ない少ない時は混合で、みたいな。そんなちゃんと作ってないんだね。オッケー、わかりました。ならばいいでしょう。言うことはない。言うことはもうありません。もう終わりです。もう日曜日こんな最悪な結末で終わりですよ。日曜日の実況、不満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 。ああ、月曜日が嫌だな。鬱になりそうだよ。本当にこんな気持ちで月曜日を迎えたくなかったね。ああ、もう最悪、気分が悪い。ケツから炎が出そうだよね。助けてや。ケツから火が出そうだよ。怒りでね。口からじゃない、頭からじゃない、へからぶって出るよ。へからぶってなんだよ。はぁー、もう最後の最後までね、ちょっと変な感じになっちゃいましたけど。来週木曜日、また実況していきます。次は日本人部屋で対決したい。日本人の方と日本人同士で、俺が日本人ならばね、対決できたらなと思います。俺がジャパニーズの心地を持ってるならば、また対決できるんじゃないでしょうか。多分ね。じゃあ、来週木曜日また見てくださると嬉しいです。バイバイ。キン。オーイエー。